皆村さんにお伺いしたいんですけれども、はいえと、平本選手が遅刻なのか欠席なのか、何か理由っていうのは、届いてますでしょうかえと連絡がつかないって言ってましたね、はい、あのメウェザーばりですね、はい、あの <laughs> 変なとこばっかりなら学んでもしょうがないんですけど、メウェザー、でも遅れても来ますからねあの、これで来なかったらメウェザー以上ということで、はい、あの今のところ、本人に連絡がつかないといううちの広報が焦っておりました。<laughs> 今、情報が入ってきまして、えー、向かっているそうです、はい、あのメイウェザーなら待ちますけど、平本怜央は待ちませんので、<laughs> <laughs> と,っととっやります榊原さん、えーと、先日のリング上でもそうでしたが、平本選手に関して、ちょっと冷たいような感じがするんですかそうですかね、まあ、でもあの、まあまあ、ビッグマウスであることっていうのは決して悪いことじゃないし、自分を、自分が一番信じないと。 こんなあの本当にあの大変なあの命のこうやり取りってできないと思うんでいいことだと思いますがあのやっぱりそれのもう1つ反対側でやっぱり実績って必要だと思うんで、うん、あのまずはそこまでこれからも発言を多くの人たちに対して強く言うんであればそれに説得力を持たせるそろそろ結果が必要じゃないかなというところで。 まあ誰かがあの厳しく愛の無知で,ですね言わないと、本人も勘違いしちゃうかなと思うんで、はい、ま引き続きなんですが、山瀬選手としては、ちょっと先日のリング上の件で傷ついてきにくいのかなっていうような理解ですか、今日に関しては。まあちょっと思いつかなかったから、とりあえず遅刻してみたっていう感じじゃないかなと、はい、邪推しています、はい、ありがとうございます。